You can enjoy this video in high quality. Yan K.皆さん、こんにちは。ジャパントラベラーのマテンローです。今回は、京都府京都市伏見区にある伏見稲荷大社を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。伏見稲荷大社は稲荷山のふもとに本殿があり、稲荷山全体を神域とする全国に約3万社あると言われる稲荷神社の総本社です。初詣では近畿地方の社寺で最多の参拝者を集め、日本国内第4位の人気の稲荷大社です。伏見稲荷大社の歴史は古く、奈良時代の和同4年711年に創建され、すでに1300年以上の歴史があり、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、諸願成就の神として全国津々浦々に至るまで広く信仰されています。楼門は天下統一を成し遂げたかの有名な戦国大名豊臣秀吉によって造営されました。病に伏せる母親の病気併誘祈願のため、秀吉は伏見稲荷大社に願文、命乞いの願文を送りました。その願文にはこのように記されていました。母大満所の病が治れば1万石を神仏に寄付する。そして、見事祈願が成就した秀吉は、そのお礼として、この楼門を建造したと伝えられています。狐、白虎は、伏見稲荷大社の祭神、稲荷大神のお使いとされ、狛狐が、狛犬の代わりに、境内にたくさん置かれています。その狛狐は、稲穂、巻物、玉、宝珠、鍵を加えています。稲穂は稲荷大神が農業の神であることに由来すると言われています。また、巻物は知恵を象徴していると言われ、玉、宝珠が稲荷大神の霊徳を象徴、鍵はその霊徳を身につけようとする願望を象徴し、玉鍵信仰に通じるとも言われています。下拝殿。伏見稲荷大社の下拝殿は、安土桃山時代の1589年、天正17年に建立され、1840年、天保11年に改築されたとも言われ、檜皮葺きの入り母屋造りです。一般的に拝殿は、神社で祭祀、拝礼を行うための社殿です。拝殿は本殿前に建立されますが、拝殿が2つある神社の伏見稲荷大社は、手前の拝殿が下拝殿、奥の拝殿が内拝殿と言われます。
本殿伏見稲荷大社の本殿は明応8年1499年に再興されました。神社建築としては大型に属し、本殿の棟から前拝への屋根が極めて長く流れ造りと呼ばれる様式です。内拝殿正面の光背は元禄期に本殿に付け足されたもので、昭和36年本殿前に内拝殿が建造されたのに伴いこれに敷設しました。軒下には桃や牧の豪華な彫刻が施されています。神楽殿。伏見稲荷大社の神楽殿は1882年明治15年に能楽殿として造営されたとも言われています。一般的に神楽殿は神楽を奉納する社殿です。神楽殿は神楽堂、楽殿などとも言われ、神楽は神社の祭礼などの神事の際神に奉納する下部です。神楽は天照大神が天の岩戸に隠れた際、雨の渦めの御事が舞ったのが起源とも言われています。祈祷受付所。こちらのご祈祷受付所で各種のご祈祷や御朱印を拝受できます。こちらが伏見稲荷大社の御朱印です。御朱印とは神社や寺院において参拝者に向けて押印される印章、印影のことです。押印の他に参拝した日付、寺社名、御祭神、御本尊の名前などを墨書きしてくださるところが一般的です。また御朱印をもらう、本来は拝受と言います。御朱印を拝受するために使用する帳面を御朱印帳と呼びます。御朱印の起源は寺社へ写経を納めた納経の際の受付印であったとされています。権殿。伏見稲荷大社の権殿は1635年江戸時代に造営され、1636年に完成した殿社です。神社を改造修理するときに御神体を一時的に奉安するところで、現在の権殿は1959年昭和34年に移築されたものです。
そこはね、そこの入り口のところで。千本鳥居、千本鳥居のあるあたりは神の降臨地である山の入り口にもあたり、現世から神様のいる湯界へと続く門として多くの鳥居が建てられたのが始まりとされ、伏見稲荷大社にある朱色の鳥居は全て奉納されたもので、江戸時代1603年から1868年に奉納されたと言われています。願い事が通るまたは通ったというお礼の意味で鳥居を奉納する習慣が江戸時代に広がり、鳥居は願い事が成就してから奉納していたそうです。奉納の鳥居は最初は小さな鳥居を奉納し、願い事が叶う通るたびに鳥居を大きくして奉納しました。現在は願い事を叶えてもらうために奉納したり、記念日や会社の設立記念などに奉納するなど、奉納する理由は様々です。千本鳥居と言われている場所に実際には約800基ほどの鳥居があり、千本鳥居の千本は正確な数ではなく、数が多いこと、数えきれないほどあるという意味を表しているそうです。稲荷山全体の鳥居は大小合わせて1万基ほどあるそうで、その数は今も増え続けているそうです。また鳥居には長い歴史があり、鳥居の劣化も激しく、1日に3本ほどは新しく建てたり修理しているそうです。奥社奉拝所、千本鳥居を抜けると奥社奉拝所、奥の院があります。十日山を遥拝する場所で、十日山は背後に位置しています。奥社奉拝所は1975年、昭和50年に現在の場所に移されました。
奥社法拝所、奥の院は、お山の法拝所とされ、願望成就の祈願所として、多くの人が訪れます。狐をモチーフにした、絵馬の奉納や、社殿背後には、たくさんの、小さな鳥居が奉納されています。鳥居の朱色鳥居は神様の世界と人間の世界の結界の意味があり、朱色は魔除けの色とされ、多くの神社仏閣で用いられています。また、朱の原材料は水銀で、昔から木材の防腐剤として使われてきました。伏見稲荷大社では稲荷神のお力の豊穣を表す色とされています。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。